アーセナル、パレス相手に久々の勝利きたー。今日のアルテタどうしたん？満点やな。やっぱりプレミアムリーグ最高、アーセナル最高。アーセナル調子戻ってそうに見えるが、相手がクリスタルパレスだし判断難しいやつ。ライスもマガランも軽傷であっておくれ。ここに来てライスとマガランが怪我はかなりまずいです。どっちか長期離脱なら今季終了かも。マガランの怪我が深刻なら相当やばいな。冨安早く帰ってこないと。アルテタはドバイで試合が90分しかないことを学べたようで何より。アルテタさんキャンプを経て交代時間について改めたんかってぐらい早い時間に交代してて嬉しい。アルテタ成長期来たかこれ。マガランの怪我はライスより無理。